なんなの、急にペコリーヌたちが消えちゃった。まだ私は全然謝れてないのに、大事なことちゃんと伝えてないのに。ああ、もうどういうこと、どうしたらいいの。ギャルちゃん、ごめん、予期せぬトラブルが起きたわ。あいつが目を覚ましちゃったことで夢が終わろうとしてる。ここに居座ってると危険かも。あんたも一旦目覚めなさい。でないと夢の終わり、崩壊に巻き込まれて消えちゃうから。ああ、もうやっぱり戦闘中に夢を見せるなんて無茶だったかな。でも洗脳魔法に覆い隠されて深層意識の奥で眠ってたキャルちゃんと接触するには他に方法がなかったし。何の話つーか、あんた誰よ。私はアメスよ。ゴッコロタンから名前ぐらい聞いてない？え、アメス、それって確かコロスケが崇拝してる神様みたいなやつ。ああ、もう説明してる時間はないから、とりあえず今は急いでこっちに来て。あんたを無理やり覚醒させるわ。どうも王宮が崩れかけてるっぽいし、のんきに寝てたら瓦礫に押しつぶされちゃう。え、王宮が？どういうことよ。あ、一旦ストップ。その前にちょっと話したいことがあるんだけど。アキラ、あんたなんでここに。現実に目覚めたんじゃないの？あんまり私を舐めちゃダメだよ。これでも腐ってもセブンクラウンズだからね。あっちからでも限定的な回線を用いて一時的にこっちと接続できるようにしてみたんだ。大変だったよ。あちこちバグりまくり、てかバグの塊みたいになってるんだもん。外から見て改めてこの世界はおかしいなって実感した。なんなのこいつ、口調はお気楽な感じだけどただものじゃない気がする。お、あんたがキャルちゃん、はじめまして。うちの旧友がマナがお世話になってるね。あいつの相手をするの大変でしょう、性格ねじ曲がってるから。マナ、それって確か陛下の本名。陛下のお知り合いですか？うん、古い馴染み。私も再構築の時に記憶にダメージ食らって混乱してたしさ、全部思い出したのってぶっちゃけ最近なんだけど、おおむね混乱した頭で情報を集めて整理して導き出した推論通りだったね。いやー、ろくでもない事態になっちゃってるよ。おっと、ごめん、さっさとこの場から立ち去らないとまずいっぽいね。あんまり長話はしないから安心して。キャルちゃん、私は今ちょっと不自由な状態で満足には動けない。こうやって一時的にこっちと接続してデータのやり取り会話とかをするのが精一杯だから、あんたに託すよ。本来私があの子に渡したかったものを。あの子って少年、私の可愛いプリンセスナイト。アキラ、渡したいものってまさかあんたが預かってるっていうあいつの前世の記憶。ダメよ、今のあいつが全部思い出したら頭が壊れちゃうかも。あ、だからごく一部だけを渡すつもり。戦闘経験とかだけを優先的にね。多分飛躍的にプリンセスナイトとしての能力が強化されるはず。これから最終決戦っぽいし必要でしょ。ごめんね、私が駆けつけられたらよかったんだけど。前にマナが大量破壊魔法を放った時みたいなら最悪でも相打ちに持ち込めたんだけどね。でも今の私はこっちに帰りたくても帰れないから。まあ万が一の場合は意地でも駆けつけて戦うけどね。あんまり期待しないで。未来はあんたたち自身の手で切り開いてほしい。応援してるし。
あんたたちにならできるって信じてる。私はマナみたいに未来予知はできないけど、結構予想は当たるんだよ。じゃあね、一旦お別れだ。次に会う時は現実だったらいいね。待って、アキラ、あんたに話しておきたいことが。あ、もう消えちゃった。いつもいつも全部他人に丸投げするんだから。アキラが自分でやれば簡単に済むだろうにさ。ユイのこととかいろいろ相談したかったのに。まあでも会話ぐらいは可能だって言ってたし、次の機会にすればいいのかしら。アメス、どういうこと？私は何をどうすればいいの？今はとにかく大急ぎで目を覚ましなさい。その後はあんた次第よ。あんたがやりたいことをやればいいわ。誰も命令も強制もしないわ。自分の心に従えばいい。あんたの人生を、現実を歩めるのはあんただけなのよ。